し、 OK、 マキのヒットから始まった初回の攻撃、これを得点につなげて今日は勝つ、見てろ、絶対だ。甘い、足りない足りない、こんなんじゃ足りない足りない、だからもっと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 取ります。見ててください、その模様を見守ってください。さあ次は守りですよ、守りしっかりと守っていきましょう。なぜか前日はこの辰巳に一発撃たれるということもありましたけど、今日は絶対そうはさせねえ、当たり前だろ。でこのノリノリの田中和樹ね、ほんと警戒すべきはこの2番の田中和樹と4番の浅村なんで、もうそれ以外の余計な部分に撃たれてストレスを溜めたくないのね、それが負けにつながるから。もうここにヒット打たれるのはもうしゃあないんじゃないですかね。ノリノリというだけ、あと難易度パワフルというだけでも打ちますから。打つようなゲーム設定ですから。まあそれはしゃあないとして、その後をいかに抑えるかなんですけど、その後のバッターにも打たれたらどうしようもなくなるやん。バカな、お前。どうすんこの後の浅村。前日一度も射てない浅村ですからね。まあ、勝負を避けて次のディクソンと勝負するっていうのもいいんですけども、その後のバッターに関しては鈴木大地状態もあるそうですしね。うん、そうした方がいいわ。確率的にここで浅村と勝負して抑えるよりも、この後のバッター2人を満塁の状況で勝負して抑える方が高いと僕は見たので。だからこういう策に出た、それが間違いか正解か今からやるんですけどね。間違いにはさせねえよ。OK。よし。あー、いや、どうだ、佐野啓太の肩で刺せるか、いかなかったね。よしよしよし、ランナーはストップ、動けんでしょうね、この距離だと。で最後鈴木大地、満塁男持ちだからどうした、状態が悪いだろう、うん、はい、オッケー、結果正解でしたね、間違いじゃなかった。よし、宮崎の久しぶりの一発、打撃フォームを変えてから最初の一発目のホームランですね。あれから何日経っとんねんっていう話ですけど、まあとにかくこの場面のこの一発は大きいですね。でこれまた1番から始まる相手の攻撃、ちょっとここがやっぱ不気味で怖いんすよね。この辰巳出塁して田中和樹に回すと、さっきみたいにはうまくいかなくなるぞ。ひたすら満塁で浅村を迎えるって状況になるからね。もうそうなっても勝負避けていいんじゃないかな。もう1試合目の対決見てる感じ、抑える術なかったんで、状態が普通、例えば田中和樹のようにノリノリであればもう手足出せず打たれる理由もわかるんやけど、そうじゃなくて状態普通でも抑える術なかったんだから、だからもう無理からな勝負は元気なんだよね、たとえそれが満塁な状況だとしても。逃げるっていうのは全然ありですよ。OK。まあ、とりあえず、ここまでは2つのアウトを積み重ねて。よし。あー、内野安打よ、これもう。鬱陶しいなぁ。かぁ。いや、もういいっす、いいっす、いいっす。この状況、また歩かします。申告敬遠で。3点差あるけども、敬遠します。だって、この後、ディクソンやからね。断然楽なバッターが後ろにいるのであれば、こういう策でいいでしょう。抑えれんねん。何も怖ないねん。これを5番に置いとることは大間違い。はい、センキュー、石井監督。CM としても無能やけど、監督としてはもっと無能やな。やめた方がいいんちゃう、この仕事。向いてないで、オタク。まあ、とりま、5回までこういう点差で来ることができ、そしてまた1番から始まるところなので、そこは要警戒ですね。もうほんとここだけ気をつけていかないと。1番を確実に抑えた上で2番の田中和樹を迎えて、まあ、田中和樹一発さえ浴びなければ問題ないですね。一発浴びたらさすが問題終わりやけど。はい、最悪。ああ、最悪。ああ、これはちょっとまずい状況になったし、なってますか。ストライクベッドアウトですよね。出た、出た、出た。おなじみのないやつやな、あれやな、あれなんやな。もう時は2021年なんやけど、まだあれ適用されとんのやな。ほんとずるいわな。ああ、ああ、危ない、危ない、危ないな。よっしゃ、一つアウト取れた。これは大きいアウトですよ。続けて打たれてたらまずかった。ただ今日、茂木2安打されとるしね、片目打ちも発動してるから余計に抑えづらい状況下の中、取れるわけもなく、わー、ランナー帰る、帰る、帰る、止まれよ、止まれよ。止まったね。で、浅村勝負避けて、次またディクソンと勝負する。何も間違いじゃないですよね。だから、田中和樹から一つアウト取ったのは大きいことやったんよ。あれ奪えてなかったら満塁の状況で迎えとるから、これ。よかったよかった。さあこれと勝負して簡単に抑えていきましょう。レッツゴー、イージー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 ファイト。センキュー、ありがとう。
あのね、教科書通りに行きすぎて逆にこの後揺り戻し的にディクソンにアホみたいに打たれるとかありそうで怖いんだけど、こうなんかやればいいと言いつつも、もうそろそろいい加減こういう状況やし打たれるんちゃうかって今ビクビクしとったよね。でも教科書通り、もう見た通りに抑えれたわ。よかった。さあもうピッチャー変わりましたね、6回表。変わって何これ、なんて読むの、読み方すらもわかんないんだけど。もう簡単に追い込まれる、ミート打ちやな、一発諦めよう。もう状態悪い日は割り切っていかないとね。一発は打てない、だからヒット打ちでいいと、狙うと。そうしたら得点つながるんだから。うわ、甘い甘い、今の甘いわ、真ん中近辺のカーブやん。あれ捉えんとあかんわな、今の一発だったらもう試合終わってたのに。あそこでとどもをさせないのが弱いよな。4位転落の危機を迎えてるチームだよな今この。よっしゃ、カーブは捉えた。スタンドにはいかなかったけどね。ランナーは一塁三塁でストップで、これはもう確実に得点取れる状況。あ、ただ併殺持ちの佐野啓太、なんてことなかったね。これは落ちるな。あ、落ちない落ちない落ちない、あ、落ちない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 、この状況で走ってどうだ。あの、もうホームはセーフか、ホームはセーフだな、よかった。いろいろとグダグダしたけどね、落ちろ落ちない以前に止まっときゃよかったんだよ、三塁ベースで。ただなぜか行こうとして、まあ、結果取られたんで一回戻って、なおセーフだったんでよかったんですけどね。4点目ゲット、はっは。で、これまた申告敬遠して、この流れでディクソンを迎えてっていうことでいいでしょうね。さすがにちょっと怖いんですけどね、もう4度目なんでこれ。あ、プチシマセンキュー、助かるわ。で、まだ鈴木大地いるんでね、満塁ホームラン浴びたら終わりな状況。あー、ちょっとまずいな、チェンジアップ投げるとぶっちゃけないよね。スローカーブいってみようか。はい、外れた、フォアボール。もうしょうもないな、今日の初失点がこれかい。何やってんだクソみたいなパフォーマンスよ。で、能力上がるっていうね、おかしいだろそんなんで能力上がるって。いやいや、もうディクソン抑えてきたんだから、このようわからん助っ人にも打たれないようね。よし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 、いや終われ終われ終われ、いや終われって終われって終われって、終わった。結果逆転は許さなかったんで、引き続きこのゲームを楽しんでいこうと思います。まだやめ時ではないということや。よしと、マキキョウさんあんだ。まあ、単打ばかりではあるけどいいんですよ。それがまた得点につながれば。1点取られたんだ、欲しいぞ。安心できる状況を作りたい。5点差開けたい。そのためには一発や。やい、来た、ありがとう、勝負あり。あ、あとちょっと。危ないなぁ。いやいや、もうこんな点差よ。まあ、ぶっちゃけ1点2点程度なら与えてもええけど、こういう点差やから。まあやらんようにしようや。できればね。ああ、絶対そうしていこう。これちょっとアタックポイントクリアされるとめんどくさくなるぞ。ここから1番繋がる。はもうなんでこれが落ちんねん、お前。もうふざけんなよ。お前どんだけ後ろおんねん、お前。もう定位置が定位置やないやん。守る気ないやんけ、それ。何これ、は、は、あー、これは始まったかもしれないね。あの、もう4点差ありますけど、4点差ありますけども、ひっくり返されそうです。あの、こうなったらもうどうしようもないんで。相変わらずクソみたいなパフォーマンスしてんな。ピッチャーを変えて三島出しますよね。ただ時はもうすでに遅いような感じします。でもやれることはやっていこうと思います。やった上で逆転されるのであれば仕方がない。逆転される気前提で今こと進めてますけどね。いや、でももうそういう流れですよこれ。ああ、もう止まらない、止まらない。もう止まらない。何投げても終わりです。もうこういう状態入ったら終わりです。あっという間に逆転されるでしょうね。ああ、試合は確かに勝って終わるはずだったんだけどな。どうやったら終わるんやろか。一つアウト取れたら流れ変わるんやけどね。一つアウト取るためにどうしたらいいのか、術がわかんないのよね。だからもう投げやりで相手のミスを待つしかないという。全然ボールなんて振らへんし、ストライクゾーン行った瞬間打たれるし。結果やで、これ。ゲームちゃうで、野球ちゃうで、今度は。よかった、一つアウト取れたね。これで流れ変わるかな。で、浅村のとこ、もちろん申告敬遠です。こんな状態で勝負したらお前一発浴びて同点です。わかるやん。だから次のディクソンと勝負するよね。最後までそれ。さあどうなる、今日もう3度目4度目満塁でディクソンを迎えるの。
行きましょう行きましょう、すべて策がハマってここまで来れたんだ。最後までそれで行くよ。もうそろそろ感はあるけどな、あるんやけどな。あー、こうなりましたとさ、最後の最後に全部持っていかれるのが俺たちなんです。あの持っていく側じゃないから、全部持っていかれる側。おっと、ヒット。ランナー二人を置いて、さあ、同点のチャンス、逆転のチャンスを9回に作ることができましたね。何かやれることがあるんでしょうかね。ターニングポイントですよ。今日3安打の牧ですよ。4安打目が勝ち越しとなればいいけどね。まあ、まずは同点やな。まずは同点にしていかないとな。おい、この打球はヒットに。なる、エース、ディクソンに全部持っていかれたはずなんですけどね。なんと9回、牧の勝ち越しタイムリーで本日4安打。はい、行きましょう、行きましょう。OK、確実に先頭バッターアウト奪うぞ。8、9、1で抑えて終わりたい。終わりたい、終わりたい、終わりたいんだよ。なんで終われへんねん。はぁ、これだとノリノリの田中和樹回るじゃないか。どうするの？太田、あ、もうバント要員ってことやね。じゃあしてもらいましょう。はいはいはい、完璧に決まる。でワンアウトランナー二塁で1番の辰巳ですよ。今日3安打、今日も3安打ですね。でももうこれ以上は打たせへんから、さすがに調子乗んなよ。何のために勝ち越したん、同点に追いついたん、何このピンチ。どう考えても抑えれるはずないピンチですけどね。いや、これもうランナー満塁でしょ。ノリノリの田中和樹と勝負しても簡単にセンター前に弾き返されるのが想像できるんで、もうあわよくば満塁にして次の模擬をアウトを奪う、ホーム封殺もあるしね、このケースだと。まあ、アウト取る確率に関してはそっちの方が高いでしょう。そうしましょう。はい、模擬ですよ。今日3安打打たれてね、固め打ち。さよなら男まで発動してるね。すげえ打たれやすい状況ですけど、前進守備で。でも守備固めも送っておこうか。ちょっとでも動きを良くするためにね。外1塁手から中井に変えて、あと佐野啓太のところに神里を送って、それ以外で言うと特に変更はないかな。こんなもんでいいでしょう。で、ピッチャーは三島でね。行きましょう。行ってみよう。はい。はい、センター前に弾き返されましたとさ。で、ランナーは引き続き満塁の状況で、もうさすがに勝負避けることはできません。いや、もう勝負避けて満塁、ええか。もう、どうせ打たれるんなら申告敬遠でええやん、もう。それでな。それでええんちゃうなわけないだろ、バカか、お前。ここまで申告敬遠で逃げてきましたけど、さすがにこの状況で逃げたらただサヨナラで終わるんで、打たれてサヨナラか申告敬遠でサヨナラか、申告敬遠でサヨナラってなんやねん。そんな前代未聞な行動をさすがにしちゃまずいですからね。ただの敗退行為でしかないですから。勝負しましょう。案外勝負したら抑えられるかもしれないぞ。さあ行ってみよう。えい。えい。一度もバット振ってないんやからね。だいぶ鈍ってると思うんだよな。振れよ。できた。うんで、これ、え、なんで、あーと、オースティンが取って、アウト。初めて勝負した結果、この状況で初めて抑えるというね。そしてディクソンに回る。また一発あるんかな。いや、わからへんけど、抑えに行くよ。結局は全部お前が持っていくんか。お、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 その展開はなく、はい、同点のまんま延長突入となりましたね。うわ、一番クソみたいな展開だわ。いっそのこと負けた方が良かったよね。もう延長やる記録残ってないんですけど、個人的に。そんなこんなで。はっ、マジでこいつの抑え方わかんねえんだけど、マジほんまに。なんなんこれ、今日4安打。意味わかんないね。なんも数字にも能力にも説得力ないけど。まあ、こいつを抑えてないからこんなバカ試合になってんだよな。バカ試合の要因はこいつのせいやな。お前申告敬遠じゃん、ポケゴロ。一塁を埋めてターニングポイントにして、この模擬を抑えて、次の12回に得点を取るっていうのが理想なんですけど、この打球は、当てた、当てたけど取れなかった。で、結果、さよならになって、終わった。そして同時進行でヤクルトがオリックスに勝ったので順位の変動がありました。 A クラスだった俺たちが B クラスだったヤクルトが A クラス浮上ですね。バカ試合に負けた者として最高のオチをつけれたんじゃないかな。 B クラス転落というオチをね。よかったよかった。